はい、30分ライブドローイング、色鉛筆で描く講習用初心者向けモチーフということで、今回は、ちょっと夕日を描きます。これ逗子海岸ですね。逗子海岸の、風景です。まあ、この写真で見てる通りにかなりもシルエット的にマクロ系になっちゃってますよね。で、これを描きます。で、実はこれこっち側に本当は富士山がこう見えてくるんですよね。ただ写真はこうないので、イメージとして。で、下書きをこう作りました。ですから、ここに富士山がこうあります。けど書きません。で、ポイントは、夕日がここにこう、落ちてきます。まあ、ここは書かないようにしながら塗っていくということでやってみましょう。最初は、このモーブ、紫ですよね。紫を上から空として描きます。で、その時に、もう水平に描いた方がいいです。で、この場合は、なるべく手を大きく動かして描きます。で、グラデーションで紫から赤、オレンジという風に、今こう大雑把に描きますけどね。赤ですね。赤、オレンジ、で、黄色っていう風にして、こう、グラデーションをつけていきます。なので、グラデーションの方向としては、この水平方向にした方がグラデーションが綺麗にいきます。その時、最初に濃く描いてしまうと、グラデーションがつきづらくなりますので、注意と。で、どうしても濃くなりすぎちゃう人は、まあ、この薄いとこから描いていって、まあ、ここで言うと一番薄いのはこう黄色の部分ですよね。それからオレンジというふうにこう、描き進めていくのも、一つの手ですよね。まあ、こちらの方が失敗は少ないと思います。薄い色からグラデーションを作っていくという方が、ともすればね、描きすぎちゃって、濃い色をね、明るいとこがなくなってしまう。今これ、僕描いてると、オレンジですから、そんなに目立たないですよね。で、ここから赤にしていくと。これも、横の方向で描いていきます。で、ここでもって、ここが、太陽が今、ここにあってくるので、ここは少し濃くしないような気持ちを最初から持っていきます。ここは赤で構わないですよね。あまりこっちにはこう伸縮しないようにしながら描いていきます。消しゴムで消すっていう手もありますけども、今回はなるべく消しゴムを使わないでやりましょう。これはもうね、ずーっとこのまま根気強く描くしかないので、グラデーションの基本ですよね。根気強く薄く描きながら重ねていくと。ひたすらこのね、描いてるところを見てるのもなんかこうね、つまんないですよね。つまんないけどしょうがないですよね。ライブですからね。で、この今トンボってこうね、枠取ってますけど、これ少しはみ出すぐらいの感じで描くといいと思います。まあ、ここ切っちゃえばいいんですね。それからこの上があれば下がありますよね。で、今これシルエット、山のシルエットがこうあります。こういう時は、イメージとしても山を一緒にこうオレンジで持って包んでしまいます。こんな感じですよね。今、下書きの線が結構濃く出てますので、こういう感じで持って書いていっても構わないですけども、下書きの線が薄いと、これやってるうちにだんだん下書きの線が消えていって、どこがなんだかわかんなくなっちゃうっていう危険もあるので、そういう時は、オレンジを書きながら、このバックも書いていくと。
これ人も頭もね、こう気にせずに書いた方がいいです。で、最終的にどっちが濃くなるかという、そこを見極めて、ここが濃くなるんだったらもう一緒に同系色の場合は塗ってしまいましょう。黄色ですね。そうすればこのオレンジのこのどこら辺からまたオレンジが始まるかってこう目安がつきますからね。で、赤。赤と紫じゃなくて赤とオレンジのこの差ってこうね、分かりづらくなっても構わないと思います。というふうにして空を描いていくんですけども、一番最初に描いたこのモーブ紫ね、これがこう消えかかっちゃってますよね。で、今度またこの紫で下に降りてきてこう色をつけていくと。おっと、ここ描いちゃいましたね。本当はここはね、描かない方が良かったけども、こういう描いてしまったっていう時はどうするかって言ったらしょうがないから、光の部分を少し減らしてみましょう。ね、大体僕はこういうリカバリーが多いですけどね。話しながら、画面見ながら、おっとっていうのがね、結構あります。で、普通皆さんこうやってちゃんと持ってくださいね。こうやって寝かして描いちゃダメですよ。ダメですよって言って書くのはね、説得力がないですけどね。飲みに行っちゃいけませんっつって飲んでるようなね、人たちと同じですけどね。という、果てのないことがあります。これ今カメラがね、ちょっとこう、魚眼、ワイドになってるので、少しこう曲がってみますけど、これ本当水平になってるはずです。さてと、下に行きましょうかね。さっき言ったこの山の部分ですけども、山の遠いとこってこう上の方とかはね、ちょっとぼーっとしてても構わないんで、あまりこう際はこう気にしなくてもいいんですけども、ただそれがあまりぼーっとしすぎると山のシルエットが失われてしまいますので、気をつけると。で、この光に行くに従って、このシルエットもこう光の解析でもってちょっと薄くなりますよね。で、太陽から離れていくと、シルエットも影になっていくから濃くなっていくと。ここもそうですよね。で、ここはもうオレンジじゃないですよね。どっちかといえば、暗くなってしまい、光が届かない部分になるので、この場合一番上に使った紫、モーブ。いろんな紫を使ってもいいんですけども、同じ色を使っていくと画面に統一感が出る場合も多いので、モーブで暗くしていきます。あとでもう一回ね、色をね、足していきますけどね。で、ここでモーブで、濃くやったという、その、もう一つの理由として、この水ですね。水じゃない、この海の部分。海の部分はまたこう、反射をしてます。で、これは今、この山、向こうの山の、これ富士山ですけどね、の、ちょっとこう影っぽくなるので、これはモーブで持って、こう、描いていきます。で、もう一つポイント。この、地面と海の部分。ここはね、ちょっとシルエット的にこの、着地点じゃないんだけども、ここを少し濃くしてあげると。で、これに付随して山の方を濃くしてあげると。これで、ここの色と濃さと、ここの濃さと、変えていきます。で、こっち側は、これ防波堤があって、堤防があって、ちょっとこう、灯台が見えたりなんかしてね。で、あと、ここの光のとこは、一番明るいとこだけ残して、あとは少しこう、残るぐらいでいいですね。この、海のところもそうですね。で、またこの山のところ行きますよね。で、オレンジが薄いと思ったらもう、ここで使った赤をもう一回使っちゃいます。
シルエットでいろんな色がこう混ざり合ってて、そうするとこう太陽、ね、こっち側少しこう 赤くなってね、夕日ですからね、赤くしてもいいと思います。ここもなんかこうね、ちょっと向こう側の山が稜線が見えたりなんかしてね。でここもちょっと赤を加えて、今度下からのグラデーションで演出してみます。ほんのちょっとですけどね。そしてこのバランスをとって、ここは黄色くなるんですけども、ここが一番明るいので、こっち側は少しこう色が落ちても構わないですよね。そうすることによってここがどんどん光ってきますから。でこの水平にやって、まあムラにならなければ一番いいんですけども、ムラになってもまあそれはそれでね、ムラになって、あムラになっちゃったと思うんであれば、なんかここにこうちょっと雲を描いたりなんかしてね、ここにもちょっと雲を描いたりなんかし、雲を描いてこうね、グラデーションの失敗をごまかすという。でその場合、光がこっちから当たっているので、こっち側はちょっと濃くしたるとか、あとまあ上の方も少し濃くしていいですよね。下の方が、から光が当たってるから。で、こっちにはクマちょっと濃くしてあげるとかね。そして、海ですね。海はもうね、もう少し、紫で、まあ、太陽の位置が低いので、日中と違って当然山陰になる部分とかね、そういうとこが多いので、紫の部分があって多くなってもいいんですけども、でこの時にここも水平ですね。でこの水平の線のこれがこうちょうど波にような感じになるので、ここも綺麗に塗らなくても意外といけます。そしてオレンジ、ここと同じですね。そして海と今度はこの手前の砂浜の今度また差が出てきます。水の方がこう光に当たってこうキラッとしてますよね。ということはこの砂浜は結構色が濃くなります。まあでも濃くなるところはね、こう塗ってしまえば構わないですね。変な隙間ができるんであれば、一気にこう水平に塗るのが失敗がないですね。この海のところの表情っていうのはまだこれからね、つけていくにして、最初にこのちょっとこの時間の回数の砂浜、さっき言った例えばここの部分から手前を砂にしましょう。ここでもってこう水の部分と砂の部分、要するにテカってる部分ですよね、と砂でもってこう吸収されちゃう、光を吸収していく部分、今これ赤で書いてますけども、最初に赤でちょっと書いて、それから茶色で濃くしていきます。最初に茶色で濃くしてから赤やってもね、あまりこう色が派手にはならない、派手にならないというか色がつきづらくなるので、これですね、ちょっとこうこれはこうはっきりと境が分かるように、水平方向じゃなくていろんな方向で描いてます。ここもそうですね。
境がこの分かるようにいろんな方向で書きます。赤くしといて、それからこの今これ三菱のユニですけども、36色セットの中では一番茶色、濃い茶色とされている、バンダイクブラウンですね。で、影にします。この辺はこれだけ一生懸命塗ってると、この濃い茶色の影になってしまうので、それでいい場合もありますけども、先ほどの写真をもう一度見せます。なんかね、結構、真っ黒系になっちゃってますけども、絵ですので、ここで真っ黒系にはしないんだけども、この辺の赤い要素を残しておきたいと。なので、この辺は赤と茶色と、2種類で攻め合いながらこうね、おっと、ちょっと茶色が濃くなっちゃったなと思ったら赤を加えてあげると。まあそんなことしなくてももう最初に全部赤塗って、後から茶色塗って調整しても構わないですけどね。よいしょよいしょよいしょ。くっきり。もう赤です。これはタッチの方向を出すことはないので、特に。まあ、水平ということを意識するんだったら、こうやって水平の方向にこう塗っていくと、地面として安定します。そして、波に戻っていきましょうかね。その前にちょっと、この茶色、紫を、こっち側はね、光が遠くなっていくので、ちょっと紫っぽくするとね、くっきりこれがね、ザバーっていう感じがね、します。じゃあ波に戻りましょう。波。先ほどオレンジと、紫でやりましたよね。で、これのタッチです。これこれはもう水平にこう、線になっても構わないですよね。線になっても構わないっていうことは、遠くの波はこう、波がこうね、押し寄せてくるわけじゃないんだけども、静かな波ですので、そうするとこうちょっと波っぽくなりますよね。で、この紫も、ところどころこう、描いてあげると。さて、ここからは、難しいというかね、波を描くときの、ちょっとしたポイントになります。まあ、普段からしょっちゅう波を見てる人は少ないですけども、こう、いわゆる、返すとこですね。トップ。それに対して、この中の巻き込んでくる部分。ここが一番濃くなります。ここで言うと、まあ波がザバーンってなって、今ここが光ってますよね。ここが影になってます。今こっちから見てますよね。ここが一番かっこくなってきて、中にこう波がこうなって、これが連続していくので、濃くなる部分とこっちが薄くなる部分、あとこう返す部分があるので、こういう返しですよね。の部分もあったりとかね。で、それが一様ではないので、例えば、向こう側から、こっち側から来る波に関して、一番こう、波がこう、高い部分が出てきます。高い部分が出てくれば、当然こう、低い部分が出てきて、全部が高いままだったらね、これ大変なことになってしまいますので、で、しかもここから波の白波がこうね、こう、流れてくる。っていうことを細かく書いてるとね、楽しいんですけども、
うまく書けないと楽しくないですよね。でもなんとなくこうね、やってるうちにそれっぽくなってはきます。今これ茶色とね紫でやってますけども、こういうなんかこうちょっとしたこう変化ですよね。当然ここって目が高い部分はね、こうそれに関して返してくる波動も大きいので、ちょっとこう手前をね若干濃くしてあげたい。で、向こう側も、その次も何もね、こう、何頭がこう、ちょっと大きく見えてたり、収まってきたり、これがこっち側にね、こっち側もそうなるとね、ほとんども高さないぐらい。これもちょっとこう、高い部分を、まあこれはもう、陸に近いところなので、そんなにはこう、高くしなくてもね、いいです。なんとなくこう、波っぽくね。これも水平なんだけど、ちょっと濃くしたり、薄くしたり、弱くしたり。で、極端にこう斜めにしない。あくまでこう水平の方向で持っていきながら、ちょっとこう、力を変えていくと。で、こう手前こうなんかこう、もしやるんだったら、最後にこうザザザってこう来るとかありますよね。なんかここにこう変えてあげるとね。いいかなと。でね、赤の光がこうあるとちょっと赤超えてあげたりとかします。これこうやってるとね、結構ねキリがないんですよね。ちょっと次に行きましょうかね。人のシルエット、光がこっちから当たってるんで、大雑把にそんなに明るくする必要ないんですけども、光が当たってる方向はちょっとこうねオレンジ塗っちゃいましょう。これ真っ黒のシルエットでもね、当然構わないです。別にちょっとこれ鉛筆削りたいところですけど、時間がだん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 なくなってきたな。で、右側は影になりますから、右側はちょっと濃くします。写真ではそこまで出てないんですけど、まあ腕を組んでるからズボンとかはもっと濃くなるのかなとか勝手にこう思いながらね。ここはもうシルエットなので、こっちのね、ちょっと腰の悪いそうなおじいちゃんなんかね、こうね。これ余談ですけど、これ杖ついてますよね。杖をついてる。よっかかってますよね。ちょうどこの、なんか体の位置がこう、スッとこうね、力が入ってるようにやるとリアルになりますよね。動きとしてね。ここも。で、今回は、この人の影と手前の影とこう同化させちゃいますね。ちょっと紫なんか入れるとね、濃くなったりとかね、しますからね。同化させるってね、どうかなっちゃうっていうことではなくて、こう、なんか、絵としてね。絵としてこう、なんかこう、ちょっとドラマチックになりますよね。時間が結構経ってるのかな。で、このね、黄色が大事です。この最後にこう黄色をねバシバシ描き上げます。で、この太陽が今ここにあるとしたら、ここは
白く輝かせたいので黄色はやらないでおいて、その周りをバシバシやります。あんまこっちまで黄色やっちゃうと良くないですね。こっちはオレンジですよね。は黄色くして、波ちょっとこう削りたいとこだけどな、時間が。でこの上もここはちょっと白く光らせたいと、それ以外をちょっと黄色でもってここ塗っていくと。あとはこうやってまたオレンジでもってこう色を加えていって暗くしてあげると、暗くすることによってこの黄色い光っているところがより目立ってきますので、今これオレンジになってますけどね。ここをもっと目立たせて、砂のとこと水のとことこう分けて、こうなんかこうね、白っぽくなったと思ったら少しこうオレンジ出してあげて、こういう時は一気に全部塗った方がいいです。そして時間があれば、この空も今紫でやってますけども、この青ブルー加えてちょっと上の方ですよね。これブルーね、あまりたくさんやりすぎると汚くなっちゃいますから、それでモーブ紫を下ろしてくると。で調整しながら空を塗っていきます。はい、まあ大体こういう感じでもって、この夕日とか空を仕上げていきながら水とかね、感じあります。あとこれもう少しこう差をつけるといいんですけど、その時にこの青をこの下の部分に使ってしまうと失敗をします。青がきつくなってきて汚い紫になってしまいますので、濃くしたかったらモーブと茶色でやっていきます。ということで、今回の、初心者向けモチーフ、逗子の夕日でした。もう少しこう仕上げてからね、最後お見せすると思います。それでは、ひとまず。はい、5分後でこうなりました。途中省きました。失礼しました。それではまた次回、よろしくお願いします。